ということで、第五節近畿大学対龍国大学戦より、近畿大学のランニングバック遠藤敦史選手に来ていただきました。お疲れ様です。あお疲れ様です。京大戦に引き続き二連勝ということで、おめでとうございます。ありがとうございます。今のお気持ち、お聞かせください。えっと、僕自身が今期初タッチダウンということで、うしい、えー、個人として嬉しい気持ちもあるんですけど、やっぱり。チームとして二連勝できたということは、やっぱりこう。一部残留、ね、僕たちのチーム目標である四強という。 目標に向けて着実さを進めてい,ているのでチーム個人としても満足ではないんですけど良かったなと思います今日遠藤選手は2タッチダウンということでしたよねその辺りいかかがですか、えっと、先ほども言った通り、ありタッチダウン、今季初なんでそれは素直にうしくてでも、まだ僕自身もう1本取れたかなと思う場面が何度かあったんでこれからそこを、えー、っと次の試合来年再来年に向けて。あの 経験いい経験にって言えるようにあの繋げていきたいです今日の近畿大学のオフェンスなんですけどもランが210ヤードも進んでいるということで一緒の、ね、学年の川田選手とともにすごくかなり走っていたと思うんですけども、はい、そのあたりいかかがですか、えっと、同期の、まあ、川田、ね、あともう1人ちょっとだけしか出てないんですけど八木っていう僕ら3人はもうずっと一緒にこうランニングバックユニット若いんですけど。まあ 一生懸命切磋琢磨してるんで、まあ、お互いこう負けられないライバルであり、まあ、お互いを高め合う仲間なんでこ,うこれからもっともっと成長すると思うんでそこを見ていってほしいなと思います今年の近畿大学オフェンスかなり若いメンバーが揃っていますが今後もかなり楽しみになりましたはい、はい、そして次戦ですけども興南大学戦ということで、はい、意気込みをお願いします。南、えー、大学戦は、えーっと 僕たちチーム目標である4強という目標に向けての確実に勝たないといけない試合なのでそこはチームとして勝ちたいと思います、はい、とりあえずひとまずは今日の試合、ね、勝ったということでおめでとうございました。ありがとうございまということで近畿大学のランニングバック遠藤厚夢選手でした。